薄い峠は、神奈川県足柄下郡箱根町宮城野にある峠。薄い峠、薄い峠、薄ひ峠など、時代や文献により峠名の表記が異なるが、すべて同じ峠を指す。国道138号の北の山中を走り、宮城野集落と戦国原集落を結ぶ細い峠道上に存在する。山深いところに位置するが、峠のある場所は北にある明神ヶ岳から続く。 箱根山の小木外林山の山裾と、中央河口球の一部が重なった部分にあたるほか、同自体が急勾配を避けて、標高650メートルの付近の山腹にあたる部分を南東から北西に横切っており、峠自体は比較的緩やかである。周囲は箱根の山中であり、薄い梅林以外に取り立てて、観光地などはないが、峠付近には休憩用のあずまやと、 山とケル伝説に基づいて、大正6年に建てられた、あずまはの記念碑がある。なおこの峠を通る道は、薄い道と呼ばれる箱根越えの古道であり、国道が通じる前は両集落を結ぶ、主要道でもあった。また古くは、南足柄市方面から、御殿場市方面を結ぶ、幹線道であり、一部では、古代の東海道そのものかもしくはそれに関係する、 解道とされることもあるがつまびらかでない。上述の通り、この峠は、古事記、日本書期に登場する英雄、山和武の伝説の地とされている。統制の途中で荒れ狂った海の神を沈めるために、受水した音立花姫を忍んで、あずまはやがつまやという意味と3回嘆いたという伝説がそれである。これは現地に当初からあった伝説ではなく、近代の歴史学者、久米国武が、 明治時代に唱えた説によって結びつけられたものである。この説は、この伝説の地が、古事記では、足柄坂、日本書記では、薄姫と、場所が異なることについての考察から生じたもので、著書の中で以下のように考察を行っている。まず、くめは、東ずは矢の子が音立花姫を忍ぶ言葉であることから、伝説地は、姫が受水した、橋湯戸の海が見える場所でなければならないとするとともに、 日本初期で伝説地に至るまでの道順が合理的でないとして、日本初期に記された道順から言われてきた、品野国、上野国国境の薄い峠とする説を知り添ける。そして場所は、古事記が記す、足柄坂が正しく、日本初期が記す、薄姫根はその別名であると考え、地質学者に委託する形で調査した、結果、東峠の存在を知り伝説地としたのである。 しかしこの説は、吉田東後の大日本知名辞書や知史に惹かれたりするなど、当時は一定の指示を得たものの、その後は全く帰り見られておらず、研究史の中に渦もれてしまっている。この発想自体は、久米野のオリジナルではなく、元織の利長も、古事記伝の中で、相模の海で亡くなった日をこいたまう嘆きであるからには、そこに近い足柄である方がつかわしい。薄い峠では、 離れすぎなと述べており、古くからあったものである。この話で、大和岳る一行は、日立国海の国武蔵国上の国と交軍して、薄姫根に至っているが、これを交軍するには、途中の山が険しすぎて、無茶と考えたことによる。ありがとうございます。